トルモト・クヌートセン。1964年インスブルクオリンピックにて。トルモト・クヌートセンは、ノルウェー、アーケシュフース・ケンア・イツバル出身の元ノルディック複合選手。クヌートセンは16歳の時すでに、ハバド・ランド・スレネットと呼ばれ、2年後には、準ジャンプで、ノルウェージュニアチャンピオンとなった。1954から1955年シーズンから、ノルディック複合に転向した。 1956年のコルティナ・ダンペッツオリンピックで6位入賞を果たすと1957年にはホルメンコーレンスキー大会で優勝。1960年スコーバレーオリンピックでは西ドイツのゲオルク・トーマに次いで銀メダルを獲得した。また1960年のホルメンコーレンメダルをヘルムート・レクナゲル、シュクステニ・エルンベリ、スベレステンシェイムと共に受賞した。 1961から1962年シーズン、前にナショナルチームコーチに就任したスベレステネル戦の、下1964年インスブルクオリンピックで、金メダルを獲得した。ありがとうございます。